おはようございます。今日は昨日の続きのお話ですね。少し話がそれていましたので戻しますね。私も40歳の時は趣味という趣味もなかったので、私の場合20年前からカウンセリングを受けているので、先生に本を読むことを提案されたのが20年前だったんですね。それまではまともに読んだことはありませんでした。漫画もなんです。最初は本ですかと思っていました。毒親の考え方もたくさん入っていて、読めないようにされていたんですね。でも今から自分を少しでも変えなければと思って読み始めた本が斉藤ひとりさんの文庫本だったんです。この本はかれこれ18年前に読んでいた本ですね。ここに2003年の4月と書いてあります。何度も繰り返し読んでいました。初めは自分で適当に買って読みやすそうな本を読んでいました。本のメリットは、読んでいると賢くなった気分で精神が落ち着けるというか、知らないことを学べるんですね。もう読んでいる方はともかく、本を読む習慣がないあなたはぜひ読んでもらいたい気持ちはあるんですが、無理に進めるものでもありませんから。私がカウンセリングを受けて、ここまで来れてあなたに言えることは、テレビを見る時間やスマホを何気なく見ている時間が多くなって、それで人生面白くないとか思っているのであれば、違うことにチャレンジしてみられるのもいいと思うんですね。わかりますか？本を読むことが勉強になるんです。ただ読むだけなんですよ。私も未だに本を大好きでもありませんから、自分で好きな本を選ぶこともできないんですね。読まないと落ち着かないというか、得するなと思って読んでいるんです。少しでもあなたの参考になれば嬉しいです。それでは今回はこの辺にしときましょうね。